さあそれからね、30代の女性の方ですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。今年初めて息子たちを連れて海水浴に行った時のこと。はい。0歳の下の子と私は海の家で休んでて、3歳の息子と夫は海で遊んだ後、外の共用シャワーで砂を落としていたんです、その横で女子大生が2人キャッキャッと足を洗っていたところ、息子と目が合ったみたいで、話しかけてくれました。かわいいね、何歳。ここまでは良かったんですが、夫にいいですね、一緒に海、おじいちゃんですか。夫40歳、おしゃれなんです。夫は口下手なんですが、すぐに返事できなかったらしくって、でも顔が引きつっていたのを察した彼女たちが、違うんです、私保育士を目指しててと、わけが分からない。もう動揺した、動揺してますよね。私保育士目指してて、関係ないですよね、関係ない。とっさに口走っちゃったんでしょう。そうでしょうね、もう動揺して。海の家に帰ってきた夫は苦笑いしながら、俺ってどこら辺がおじいちゃんと言ってました。多分その子たちも悪気なくとっさに出てしまったようで、フォローするのもなんですが、夫は出会った時からすごくかっこよくて、私の一目惚れ、現在に至ります。素敵なパパです。そうですか、ね、ねえ、すごいよね、うん、すごいよねっていうのもなんかよくわかる。そうですね。いや、一目惚れされるっていうことがすごいですよねっていう話です。そうそう、一目惚れなんてなかなかね、されるっていうことないじゃないですか。ないです。